はい、こんにちは。こんにちは、日本橋経済新聞二藤です。彩子です。寒いね。寒くなりましたね。暖冬とかって言ってたのに、ね、そうそう、どこが暖冬やね、うん、東京が初めて零下になったって昨日、マイナス 1.3 度、極寒ですよね。極寒ですね。ちょっと喉の調子も大丈夫ですか。まあ大丈夫だと思います。二、日酔いしました。先週、あら、今週本当、今年初めて、うんうん、あ、2回目か、うん、あのパソコンのこのプラスのキーないでしょ。本当だ。記憶がないので、記憶とともにこのキーも残っちゃったんで。いや、ミニティアの忘年会でさ、先週か今週か火曜日、はい、あの秋葉原で、うん、御徒町で飲んでまして、9時ぐらいまでの記憶はあるんですけども、そこから先の記憶がなくて、気がついたら次の日家で朝寝てて、記憶とともに去りぬ、記憶とともにこの何のキーだったかがわからないんですけど、まあ、セミコロンのキーですね。セミコロン、あ、セミコロンのキーですね。記憶にございません。記憶にございません。久しぶりに。というわけで、はい、今週の記事は3本、はい、うん、今週はちょっと前半はそういうトラブルもありまして、うんうん、あの、あら、水木金と頑張って、水木金と頑張って、うん、取材に行きますから、はい、あの東京駅がなんと100周年なんですね今ね。ちょうど明日の12月20日が100周年ということで、うん、その記念のいろんなイベントがありますので、はい、今日この後ちょっと、じゃあライティングオブジェもね、一緒に、ライティングオブジェね、うんうん、ライティングオブジェはね、あれはギリギリね、うん、国際フォーラムでしょ、うんうん、あれはあの銀座の岡村さんとこの縄張りなんだよ。と、もう一つトキア、トキアはギリギリ、うん、でしょでしょ、うん、あのトキアにあのお友達というか、あのやっていらっしゃるので、ぜひ、あのライティングオブジェだけはあれ25日で終わりなので、うんうん、今から載せてもですから、あのイルミネーションの中に写真で売り込みます。よろしくお願いいたします。はい、うん、ではということで、うん、交互期待ということで、交互期待です。まだ繋がってないな、そう。というわけで、編集長が記事をこうちょっと検索されている間に宣伝をしちゃいます。はい、どうぞ。はい、今度地獄茶会で、いろいろと大活躍していただく林秀一さんという脚本と演出家をされている方が、人情喜劇町工場ちょびひげ展示7というお芝居に出演されます。これ南大塚のホールで12月25、26日、2日間の開催です。詳細はそうですね、日本橋経済新聞はちょっとエリア外なので、お問い合わせの番号0359582187までお問い合わせいただいて、人情喜劇町工場ちょびひげ展示、こちらの方、あのね、あ、そうだ、ネット検索をぜひなさってください。あともう一つがライブのお知らせなんですけれども、あのシャンシャン台風の白崎さん、はいはい、うんうん、彼女が東北を支援しようという、おー、いいね、あの、お芝居とか試みをされていて、それもその林さん関わっていらっしゃって、こちらも25日なんですが、大忘年会ライブ、これを、一部二部に分かれて、大観山かな、これは、うん、シェリー大観山で開催されます。こちらもちょっとネット検索をしていただく形になりますが、東北ロッケンロールで、ロッケンロール、はい、ロッケンロールですね、こうかっこいいですね、うん、すごくね、素敵なベイビーやな、はい、素敵なベイビーなライブを、あの大観山でぜひということで、そして今日お越しいただいている素敵なゲストにゆかりのあるというか、はい、まあ、この方のおかげで、あのお目にかかったわけなんですが、うん、今、ヘンリックさん、森崎ヘンリックさんが銀座で、個展をされています。で、写真でね、作品も展示されているんですけれども、うん、この個展の大きな、あのすごい魅力は何か、うん、実はヘンリックさんが味噌を醸造されていて、ほうほう、はいはい、もう天然の素材で、
全部ご自身で作っていらっしゃる美味しいお味噌が7種類販売されていて、そうなんです、大豆とかもこだわってね、で塩分何パーセントっていうのがあって 7%8%10%、それぞれ全部試食させていただくと、味噌ばっかり並んでるのに全部違うの、まあ当たり前かもしれないんだけれども、すごく面白くて、この展覧会大変残念ながら今日までなので、今日まで、はい、ぜひ、お時間の許す方はですね、銀座に駆けつけていただきたいと思います。こちらの、電話番号お願いします。はい、はい、これ奥のビル B1、はい、銀座1丁目9-8 03-3567-8727 3567花ニナですね、花ニナです、はい、です。ヘンリック店、ヘンリック店、素敵なお写真と味噌が待ってます。味噌興味あるな、はい、で記事の方は出ましたか。はい、しました、はい。今週はですね、そんないろいろありまして、ちょっと後半から頑張りましたが、まず1本目、丸の内で、平原彩香さん、佐賀さん高級いちご PR、 高級いちごクリスマスケーキのプロデュースもということでですね、コットンクラブ、はい、丸の内のね、でを貸し切りにしまして、佐賀県のフルーツの最高級ブランドプルミエシリーズ、プルミエシリーズ佐賀いちごプルミエ、なんと一粒500円、超美味しいねえ美味しいですよね、佐賀みかんプルミエの出荷開始イベントが行われたと、はい、ということでね、同ブランドは、糖度や形、大きさ、栽培方法など独自の厳しい基準を設けて選別されるもので、いちご、みかんとともに佐賀県内の年間生産量の 0.02% 以下しか出荷しない、価格はどちらも一粒、約500円、まあ、1個500円、ブランド名プルミエはフランス語で最高、シュプリームですな、最高を意味し、紳士、真摯に生産し独自の基準で、厳選した贅沢なものだけを届けたという、ちょっとこれはねすごいって、私昔6年7年前ね佐賀県のマーケティングアドバイザーずっとやってて、そうなんですか、毎月佐賀行ってました、予備校の担当でしたけど、いい町です、佐賀は本当ね、食いもうまいしね、人柄がいいんだ、またね皆さんね、でそこで真面目に作られてるいちごでもみかん、牛肉も美味しいんだよ、佐賀牛、あまり有名じゃないんですけども、子牛をね神戸牛とか松阪とかに出荷してるので、でなんと佐賀の牛はモーツァルトを聞かせてると、牛舎でよくね、何でしたっけ、松茸じゃなくて椎茸類とか、あとワインとかね、音楽を聴かせてます、モーツァルトを聴かせてる牛肉がまた超うまい、やわらかい、なるほどということで、ちょっと個人的にもエコひいきで載せてしまいましたけども、次は、はい、次、次がね、次、はい、JP タワーで愛媛フェア、おお、産地みんな頑張ってますよね、そう、JP タワーでね愛媛産商品 PR イベント、ゆるキャラグランプリ3位のみきゃんも登場という、みきゃん、みきゃんね、ほらみきゃん、みきゃんかわいい、どうしようもうちょっと痩せろよお前みたいな、MCM 飲ませましょうMCM 飲めよ君みたいな、あらー、ということでね、ワークショップを、明日からですこれはね、JP タワーの切手の地下1階で、愛媛のいろんなメーカーさんやら、生産者が21社集まりまして、展示販売会をしますが、いろいろ商品を使ってですね、ワークショップ、水引きを使ってなんかポチ袋やストラップ作ったりとかね、あるいは金箔技術でフォトフレームをアクセサリーで作るとかね、あるいはこの柑橘類を使った柑橘王国愛媛から生まれた柑橘コスメっていう、化粧品があるんですけど、それを使ってソープを作ったり、いろいろね、6つのワークショップを随時やります、一部有料、有料ですけど、そういうようなやつもありますけども、楽しめるんじゃないかなと、来週の、26日までですね、これね、来週の金曜日まで、
はい、みきゃんちゃんに会いに行ってください。みきゃんが来るのは24号だけ、うん、え、そうなんですか。そうそう、毎日いない。あ、なるほど。じゃあ彼も一応忙しいから。忙しいのみきゃんちゃん。わかりましたわかりました。じゃあ24、25のみ、うん、のみです。はい、次、はい、日本橋三重テラスで、うん、知事トークライブ、ロボットデザイナー松井龍也さんを迎えてということで、前回あのお邪魔したあの知事さん、ああ、そう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 、あの前回あの王さん、大見坊さん、ね、大見坊さん面白かったですね。面白かったです、うん、あれのね第、4段か5段かですね、うんうん、あのなんとなく今週はね、うん、だから愛媛でしょ、うんうん、それでまあ佐賀愛媛、三重、うん、みかんの産地シリーズが、うん、ああすごいすごいすごい。そしてあの先週後あのゲストで来ていただいたね、ムラムラするの、ああムラムラ兄さんのも始まりますからね、はいはい、23日からね。そうそう、あれも楽しみですけども、うんうん、本当産地がすごく今活性化していいことですよね。そう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 、すごく、うん、これね、あの今回の昨日のやつはね、ロボット設計者で、うん、その松井さんってなかなか面白かったですけども、うんうん、あのロボットのフォーマットっていうかね、うん、そのいろんな企業メーカーが共通で使えるような、うんうん、あのまあ、フォーマットを作って、はい、みんなでそれを共有していきましょう。そうすると例えば、うん、あの鉢植えが自動的にあの明るいとこだけ向いていくとかね、そんなことそういうのを作れるわけよ。とか照明でいつも座ってるとこに、あの一人でに家に帰ったら勝手に照明はトコトコトコと歩いてきて、横で座って照らしてくれるとかさ、あ、それで言うなら私あのベイマックス欲しい。ああ、ベイマックス、うん、あれ、あれもベイマックスもこれからロボットのあり方なんだって、うんうん、素材も含めてね、あれその柔らかく包んで人のそのサポートをするっていう、うんうん、それもねこれからのロボットのあり方ってのことを言っておりました。大変これ面白いあのイベントというかね、そしてぜひあの、まあ、詳しく記事読んでいただいたらと思います。そうですね、あのネットの方でね、なんとね日本の和の精神がロボットのね設計思想にこれから生かされるんだろうと、はい、ベイマックスの顔って鈴なんですって。あ、鈴なの、うん、へえ。すみません、ついついベイマックスに戻ってきて。いや、でも大好きで、あ、ごめんなさい。この間たまたま横浜に行ったらね、いたの、大きいのが。でも、あ、急いでたから、あの帰りと思ったら帰りピシャーって空気抜かれてて寂しかった。以上、丸。はい、はい、ということで今日のゲストは、はい、ずっと冒頭からね聞こえてくる素敵な歌声のライン陽子です。はい、天井桟敷の方で歌姫として大活躍されたという、はい、ライン陽子さん、今日のゲストお越しいただきました。よろしくお願いします。あ、なんせ後ろのバッグとこの黒いスーツが溶けてすごくちっちゃく見えてしまうんですけどもいや痩せてるから小さいですけど、あ、ね、あの鹿大きいですからちょっと、ね、あなたもちょっと大きく映ってますけども目が覚めたら、いや、ランさんといえば、はい、というか天井桟敷といえば我々学生時代は本当にもう、うんうん、まあ、僕は京都にいましたね、はい、なかなかね東京まで見に行くことができなかったんですけども、はい、あの憧れのね、うん、芝居とかね、あの頃僕は写真を撮ってたやっぱりね、写真の中も芝居の中も映画の中もみんなね、あの意識して、まあ一応京都だから、ね、投票には負けみたいなことを言ってたけど、トマトケチャップの瓶を持ち、京都行きましたよ。京都も何回かお見えになりました、ね、大英のスタジオで、はいはい、あの鏡の中の自分を指しました。本当 ね、かっこいいのよ。ピアノというか、まあ、僕らのまあ一世代、まあ、寺山修司さんね、やっぱ一世代上のもうかっこいいなんか先輩というか兄貴みたいな、そんな感じでね見てました、うん、そのなんとね、ランさんの見えということで、はい、今日はちょっとワクワクしております。ありがとうございます、ようこそお越しくださいました。そしてあのランさんは来週ライブにご出演されるんですよね、はいはい、じゃあまずその話からお願いできますか、はい、
12月の22日の月曜日、南青山の、マンダラという、マンダラという、あ、マンダラ、はいはい、はい、ライブをします、うん、デリシャースイートスというグループが、うん、実際と関係ないんですが、うん、ちょっと縁があって出会って、うん、一緒にやろうと、それで私の劇中歌みたいなのが多くて、うん、合唱というのは後半にあったりするので、うん、ダンスと合唱で加わってもらって、なるほどなるほど、はい、ずっとね、うん、あのランさんの曲を、うんうん、頭から、今日はだから堀尾の曲なしで歌っておりますけど、うん、宗教のカルメアデスシリー、これは劇中じゃなくて、いやこれは劇中じゃなくて、ちょっとあの亡くなった後、うん、あの少女詩集という、うん、文庫本が角川から出てて、うん、その中から勝手にこれを歌いたいっていうんで審査を作曲してもらったので、うんうんうん、あのもう一枚のセクシュートの方は、うん、寺山さんが知ってる曲で、ほとんど寺山さんが、うん、元気な時に、うんはい、作ってるものです、うん、はい。あらゆる少女は小指指向症だからね。いただいてるのはこちらの CD です、はい、サマータイム、うん、サマータイムっていうとあれだから、サマータイム海をくださいまで、あー失礼いたしました。サマータイムだとサマータイムになっちゃうんですけど、そうなんですね、はい、ね、この素敵なこのジャケットもね、はい、描いて、はい、ていただいて、で、あの白の方も素敵なランさんがね、いやいや、こう、いやでも本当にあの、うん、雰囲気というか、うん、もう一目会った時からもうね、本当になんて素敵な方なんだろうと思って、急遽まあお越しくださいませんかとお願いをしてしまったわけなんですけど、味噌店で出会ったんですよ ね、たまたまそのさっきねお話しした7種類の味噌、はい、同じものを選んだ、うん、味噌つながり、味噌つながり、うん、で本当にもうなんていうかお人柄というか雰囲気にもこうスススススって吸い込まれてしまうような、うん、お昼もあのすごく贅沢な話をね、そう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 、うん、ね、その、うん、その話なんかも、そう、なぜこの業界にあるのかとか、うんうん、あ、いや、OL でタイピストやってたんですけど、うん、まあ会社にはローオンとローエンっていう労働組合がそういうのをね、サークルとして作ってくれて、ローオンってありましたね、はいはいはい、それで、あの渋谷公会堂に、美輪さんの、うん、はい、歌聞きに行って、美輪さんにハマって、それであのシャンソンとか、はい、労働歌とか、はいはい、それからヨイトマケとか歌ってて、はいはいはい、それで着物を着てこうあのヨイトマケ歌った時に、うん、一番終わってまあ一回転するんですよね、うん、一回りして、うん、それであれから10年とかって、能、みたいだとか思ったりして、それであの好きになって、そしたら皆さんが今度お芝居の出るんだっておっしゃってて、うん、それでそれが天井さずきと寺山さんとの出会い で、うん、でそれを見に行って好きに行って、うん、翌日天井さずき探して行ったんですね、うん、それでもう歌っちゃったと、まあ、すごい行動力ですよね、うん、気に入ってすぐ、そう、うん、それでその時、まあ、1週間経って電話かかってきて、うん、で呼ばれて、うん、次の作品があるんで次オーディションと、うん、そう寺山さんがなんか変な声だけどいいと思うから、うん、パスです、一緒にやっていきましょうって言われて、うん、試験もなしに受かっちゃったあの天井組織に試験なしでパス、はい、すごいね、うん、それでなんとあのデビューが2作目で大山デブ子の犯罪という作品を、はい、なんと新宿の水広亭の寄席の場をお借りして、うん、あ、そうなんですか、なんかもうそれでそのプロデューサー、奥さんでプロデューサーだった九条英子さんがそこを借りてきて、うん、それであの出ることになって、大山デブ子は死んじゃった、でも死んじゃったっていう来たことだけだったんですけど、うん、それで、まあ、あの九条さんが、まあ、プロデューサーで寺山さんが亡くなった後もね、うん、ずっと寺山さんのことをやってくれてたんですが、今年の4月30日に亡くなって、うん、それでまあ今回は追悼九条英子さんに捧げるということで、それでまあ何て言うのかな、
寺山さんと九条さんとのラブレターみたいな、あの本に出てるの、詩があるので、それを朗読しながら、あの九条さんが好きだった幸せそれとも不幸せという歌をね、歌ったりして、今回は九条さんの追悼の日になってます。なるほど、ぜひ来てください。はい、もう一度ご案内差し上げます。2014年12月22日の月曜日、今度の月曜日ですね、会場は南青山のマンダラ、会場が午後6時半から開演は7時半からです。これは全席自由という感じですか、もうライブみたいな。いえ、番号で、チケットに番号がついて、番号順にお入りいただくということです。はい、ということですので、まずご予約をおすすめですよね。はい、マンダラとか、スイートスさんの番号があるけど、私のは持ってないから持ってないです。ああ、なるほど。はい、そしたら、マンダラの番号。マンダラの番号、じゃあご案内差し上げましょう。どこだ？あった。0354740411です。そうですね。チケットはこちらの方で、あるいはこちらの日本橋経済新聞はメールがあれですもんね。じゃあやはりごめんなさい、今の、0354740411、こちら4時から9時の間です。こちらの方にチケットのお問い合わせお願いいたします。いやいや、でもね、本当、寺山さん亡くなっても何年なんですか。31年。で、来年は33回、それで生誕80年っていうね。生誕80年、はい、それで、まあでもだから生きてても、まだ80というか、そう、47で亡くなった。40の若すぎですよね。でもね、お金じゃ買えない経験をさせてもらって、ね、そうですね。その志を継いでいろんな人がね、その舞台なり、はい、お芝居の世界で、若い人たちが、いろんな、また寺山さんが台本を残して、やっていただいてるんですね。まあ、寺山さんも本に書いてあるんですけど、自分の本は、半分ぐらいだろうと、あとの半分はその時代に生きてる人が、その時代の感覚で書くだろうと。だけど、まあ結構ぐちゃぐちゃにされちゃって、私はそういうのに今回も30日まで青い猫の城。はい、あっという間で ね、時間が全然足りない感じです。ちなみにこの CD は今どちらで求めると、中野にあるタコシェという、タコシェ、はい、中野のタコシェ、はい、中野のタコシェで、あのブロードウェイだったから、なんか、ありますね。あの中に2階かなんかにあります。そちらはい、じゃあ私もということなので、本日ご覧いただいている方はですね、Facebook の方の日本橋経済新聞編集長に聞けというページがありますので、そちらの方に問い合わせていただければおつなぎするようにいたします。ありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。ぜひね、ランさん、日本橋経済新聞プレゼンツ日本橋ライブ音楽祭というのを思いつきでやってるんです。次は第5回目になる、5回目かな、まあ、そんないい加減なものなんですけど、次は春ですね。確かに春だね、まあまあ3月になろうかなと思っておりますので、ぜひご参加いただきます。よろしくお願いします。ちょっと覗きからこの赤い帯を、楽しみ、芝居やってらっしゃる方、音楽やってらっしゃる方とかね、This is 昭和の歴史ですか、失礼なこと言って。本当、昭和の歴史だよね、本当。昭和だと思います。僕らが学生時代に本当に憧れた、本当ね、そのもうあの当時一つの時代っていう文化を作ってましたよね。面白い時代、本当面白い時代だったですね。本
とね、その昭和の歴史が今、ね、うん、今日お会いできるとは、歴史にお会いするとして失礼な話だけどさ、もう本当すごいよ。イエーイじゃなくて、あそこにいた。ヘンリックさんの味噌のおかげです。ね、美味しいお味噌のね、素晴らしいお写真の展覧会、今日までです。ヘンリックは寺山さんの、うん、あの弟になったんですね。そうですね。はい、うん、寺山ヘンリックになりました。うんうん、著作権を管理して、あ、なるほど、はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで、ね、うん、本当に素晴らしい時間、うん、ありがとうございました。ではますます寒さが増すようですけれども、皆さん、そうね、うん、風邪ひきたくないね、うん、インフルエンザや風邪に気をつけて、そう、ミネラル飲んで、うん、良い週末を。良い週末を。